どうも、マンチェスターシティのスターリングの最近の髪型ってなんかアフリカの家族のお姉ちゃんみたいだよね。でおなじみレオザフットボールでーす。さあ始まりました、トークザフットボール。今日も楽しくサッカーの話していきたいと思います。まず皆さんにお知らせがあります。8月25日木曜日の13時15時、信濃町フットサルコートで FC2Face 僕のね主催のフットサルが、第3回目が開催されることになりました。もっと見るの方にですね、イメールアドレス貼っておきますので、参加したいよという方はですね、みんなで会場費割るだけなんで1200円から1500円の間ぐらいにいつもの相場だとなるんですかね、そのぐらいの金額で2時間フットサル楽しくできると思いますんで、ぜひとも希望してるよという方は、名前入りのメールで行きたいですみたいなの送ってくれたら詳細を繰り返しますので、ぜひともよろしくお願いします。送り返すって言っちゃいましたね。というわけで行きましょう。本日はですね、アーセナル特集。はい、このようにですね、いろんな方から、コメントをいただいてましたので、アーセナルの特集、もう明日ね、アーセナルにとっての開幕戦ですか。本日の開幕戦、なんとねレスターシティの開幕戦が、8時半からということでね、アジア市場に合わせた時間ということで、僕は今ね動画の編集中なんて絶対見れないんですけれども、このねアーセナルの方を、注目して、皆さんにお届けしたいと思います。まずアーセナルのですね、開幕予想スタメンですか、それですね、いろんなパターン考えられるんですよ。怪我人だったりですとか、あとユーロのせいでね合流が遅れた選手とかもいますんで、まあその中でですね、このレオザフットボールが、まあ、プレシーズンマッチを見たりですとか、いろんな方の意見聞きまして、この予想スタメンになるのかなという一番確率の高いやつを、出させていただきました。それをですねあだ名で発表させていただきたいと思います。まずゴールキーパー、ジェフ、これロンドンヘッドギアですね。ヘッドギアつけてるんですけど、チェルシーとアーセナルどっちのチームでもね、ゴールキーパーやってますんで、ロンドンのチームでなんでロンドンヘッドギアにしました。そして、ディフェンス陣いきましょう。右からですね、ベジェリン、そしてホールディング、そしてチャンバース、ナチョモンレアルというわけで、右からあだ名発表します。快速優等生50-50、残念補強ナチョモンというわけで、この快速優等生っていうのは髪型がすごい優等生みたいなと、めっちゃ足早いんで、もう快速優等生っていう名前にベジェリンしました。でホールディングっていうのはですね、めっちゃいいプレー、いい縦パス出したなとか思ったら、なんかひどいドリブルの仕掛け方して捉えたりとかして、半々でいいプレーと悪いプレーあったんで、なんでねまだキャラもそんなないんで、ハーフ&ハーフ、50-50 にしました。自分の中でもあんま固まってないですね。そしてチャンバース、これはですね前のシーズンに27億円の補強をしてですね、アーセナルに加入したんですけど、コシェルーニーが合流遅れてて、メルテザッカー怪我、ガブリエル怪我でですね、ホールディングの相方誰になるんだっていう時にですね、ギブス使った方がいいんじゃないとか、コクランセンターバックコンバートなんじゃないかとかね、ファンの人に言われてて、もうねなんか使えないもんだと思われまくってますんで、まあ残念補強っていう風にあだ名させていただきました。でナチョモンレアルの場合はですね、なんか本当いい選手でですね、いいカバーリングしてくれますし、前との連携もいいし、これといったですね、なんか弱点という弱点はないように、見えるんですけど、それがですね特徴にもなってないんで、なんか昔のガリーレビルみたいな、ベッカムのサポートはすごいんだけどなみたいな、ウイレで能力低いみたいな感じなんで、もうねあだ名なんで、なんか友達だったらナチョモンレアルのことなんて呼ぶかなと思ってナチョモンにしました。では続いてボランチ、ここも笑いましたね。まず、右のボランチ、これコクラン、メラメラレンタルバックというわけで、はい、すごい闘志ねメラメラしてて、リチャールトンとかいろんなところレンタル出されてバックしてきて活躍したんで、メラメラレンタルバックですね。で、相棒の方は迷ったんですけど、ここ、ジャカじゃなくてエルネリーにしまして、エルネリーすごいバタバタしてるんですけれども、意外にパスとかつなげてですね、チームの潤滑油として非常に、機能しますんで、バタバタ高連携ということで、ここで本来だったら新しく取ってきたジャカっていうですね、非常にパスが上手くてフィジカルも強い選手いるんですけれども、ジャカの時よりもエルネニーの方がですね、すごいなんかチームとして機能してる感じがシティ戦とか見てて思いましたし、プラスコクランがやっぱりですね、守備の時にボールを刈り取る役目だったりとか、広い範囲をカバーする役目やってますんで、コクランの方が抜かせないかなっていう風に思いますと、プレシーズンマッチでも長い時間使われてたんで、ここエルネニーがジャカかってなって、最初のうちはまあエルネに使って徐々にフィットさせるんじゃないかというふうに思いました。そしてですね、中盤の2列目の3枚発表しましょう。一番右、ここも迷いましたけどウォルコットしました。ウォルコットあだ名覚醒詐欺ですね。毎年毎年次のアンリになれるんじゃないか、あもう
このゴール決めれたってことはもうウォルコットすごくなったなって言って、シーズン終盤にはボロボロみたいな、ウォルコットのとこは新しい戦力欲しいみたいにいつも言われるんで、覚醒先、そして、トップ下、ここはですね、あのエジルがまだ、合流遅れて、まあベンチに入るのかな、どうなんでしょう。でもマスタメンでは使われないと思うんで、ラムジーにしまして、ラムジーの場合運動量すごいんで、スタミナ金髪、にしました。左はですねイオビだったりとか使われてたりするんですけど、僕はですね、カソルラが、キャプテンになるっていう情報が入りまして、カソルラがですね真ん中にラムジーを使うっていう話を、ベンゲルが、記者会見で、あのラムジーはもうセンターラインで使いたいっていう話をしてて、本来ならボランチで使いたいみたいなこと言ってたんですけど、ボランチは今ですねいろんな選手いるんで、そうなってくると2列目で、やっぱりあのラムジー自体の特徴もそうだっていうふうにベンゲルが言ってたんですよ。2列目からこうフォワードのサポートするように飛び出してくる、そこが一番ラムジーがですねあのやりたいポジションだっていうのは理解してるっていう話をしてたんで、真ん中の、2列目にラムジーを使うとしますと、2列目の真ん中にラムジーを使うとしますと、カソルラキャプテンで、スタメンで出るとしたら、この左の、アタッカーの位置、イオビがですねあのプレシーズンマッチでいいゴール決めてたんですけど、試合通してみたら連携面だったり中に入ってくねあのタイミングだったりとかがまだだったんで、その後カソルラがですね、中央から左サイドに、ポジションを、流れの中で移しまして、そこでのねボールキープとかで結構シティ相手にですねかなり違いを作ってくれてましたんで、まあ、左にカソルラを置くということで、カソルラのあだ名キャプテンメタボにしました。ちょっともうねお腹出てるんですけど、キャプテンなんでキャプテンメタボで。そしてワントップはジルーが、合流遅れてて、となると、まあ、あの選手しかいませんね、アルプシサンチェス、チビガチムチです ね、あのチリのザキヤマにするか迷ったんですけど、まあ、チビガチムチで、もうサンチェスがですね、前線でサイドに動いたりとか動き回って下がってきたりとかして、それによって2列目選手が飛び出してっていうね、アーセナルちょっとゼロトップっていうんですかね、なんかそういうなんか機動力を生かしたサッカーやってて、僕はジルー出てる時よりもこっちのサッカーの方がね個人的な好みとしてはいいんですけど、まあでもねあのセンターフォワードジルーのようにねセンターバックの間で体を張ってくれるような、選手がいる方が、チーム時代奥行きを出せたりとか、うん、なんか中盤のスペース作れていいのかなって思いつつ、でもまあねこういう2種類のサッカーができるアーセナル今シーズンも楽しみだなっていう風に、思います。というわけでこれが、僕の考えたリバプール戦の予想スタメンなんですけれども、本来のですね、理想スタメン、アーセナルがですね今シーズンこうしたかったっていうのも一応用意しときました。それが、こちらです。はい、非常にこういう風に見ると豪華ですよね、理想スタメン。まず、フォワードから説明しましょうか。ラカゼット、この選手はですね、本来だったら、バーディーを取りたかったと思うんですよ。ただバーディーが、シティ、レスターシティに、残留をですね、表明しましたんで、そうなってくるとラカゼットを取ろうとして、リオンの方にですねオファーをかけたら、そんな金額じゃ出せねえってことで、それをですね公式にバラされるってことがありまして、まあ、ラカゼット取りたいけど、アーセナルの場合ですね財布の紐が固いことで有名なんで、まあ、なかなか来ないという状況ですね。まあ日本のねテレビ番組ワウワウでね僕契約してるんですけれども、ワウワウの方でハリルホジッチとの対談でですねベンゲルがあれ言ったんですよね、ジルーの働きにちょっと満足しない時もあるけどってちょっとポロッと言っちゃってまして、その後ラカゼット本当に欲しいんだろうなっていう風に思ってて、まあラカゼット来たらここに入っただろうなって感じで、ただウェルベックはですね怪我してしやすいんですけれども、すごいいい選手なんで、僕はウェルベック戻ってきたらジルーウェルベックでね、いいと思うんですけど、まあラカゼット、まあ、45億50億言われてますけど、まあ取りたかったんだろうなってことで理想スターメンここ入れました。で左がですね、そうなってくるとサンチェスだったりカソルラだったりイオビキャンベル、ここはもう非常に、層が厚いですね。まあサンチェス左に置くとカットインのシュートだったりとか、ラカゼットだったりとか開けたスペースに入ってくる動きとかもしてくれるんで、決定力はねもともとすごいある選手なんで、まあ、左に本来だったら使いたいサンチェス、それで左にサンチェス使うとしたらやっぱ右ということでマレズですよね。マレズの場合も残留表明してて会長も売らないというふうにレスタの方言ってるんですけど、ただですね最近になってラニエリの方がですね、マレズの移籍に備えて準備もしてるみたいな、最悪の場合に備えてっていう、前はね絶対ないっていう風に言ってたんですけど、ちょっと可能性ほのめかしてるんで、まあ、プレシーズンマッチの感じですとか、まあ、今日開幕戦ですけど、開幕戦終わって、まあ、30日まで移籍期間ありますんで、31が、そうなってきますと、マレズ自体もですねちょっと今迷ってる状況なんじゃないかって思うんですよ。なんか結構プレー見てるとね
分かるもんですね。ジェイゴ・コスタも前そうでしたし、マレスとかもそうなんですけど、なんかちょっと迷ってる選手ってプレー中に笑顔が少なくなるって言いますか、なんかそういうところもね含めて、皆さん試合見てるとこの時期面白いかなって思います。でトップ下エジルなんですけれども、まあ控えにラムジーだったり、ここね左のカソルナ持ってきても、面白いと思います。そして、ボランチはエルネニ・ココラン、こっちはね機動力生かして、ボール枯れるタイプで、もう一方が怪我勝ちなんでウィルシャーですけど、まあアーセナルファンの人としてはね一番いい時期のウィルシャー見てたらやっぱここ使いたいでしょうし、でもう一人がジャカっていうねフィジカル強くて、パス精度も高い、ボランチもいますんで、ここもね結構そう熱いかなというふうに、思います。そしてフォーバックの方はやっぱりここムスタフィですよね。ムスタフィの場合はもうちょっと安いお金で取れたかもしれなかったのに、アンドレ・ゴメスをバルセロナがですね高い接近で獲得して、それによってですね無理して売る必要なくなったんで、今かなりですねアーセナルの方もセンターバックがいない状況で、バレンシアも無理して売る状況じゃないんで、かなり足元見られてふっかけられてるっていう話ですけど、ただムスタフィとは、個人合意できてるっていう話もありますんで、あとアーセナルがですねそこの交渉、まあ交渉うまくないですからね、ただいずれは来ると思います。今シーズン、もうこの感じだとムスタフィ来るかなって思ってまして、コシェルニーとムスタフィのコンビでメルテザッカーの、ホールディングの場合ナジムの待ち、チャンバースの場合は、成長待ちっていう感じになるんでしょうか。これがですねアーセナルの理想スタメンでして、理想がですね今回開幕の予想になっちゃったのがさっきのこちらですね。はい、だんだんじゃなくなると一気に見やすくなりますけどね、スッカスカになりますね。こうやって見ると、使える戦力、カッコつきのところが一応控えって感じで、こう車線にスラッシュになってるのがどっち使うのか分かんないっていう状況ですね。まずセンターバックです。ホールディングは確定だというふうに、プレシーズンマッチの使われ方から見て思うんですけれども、このですねガブリエル、メルテザッカーどっちも怪我してるところで、チャンバース、僕がチャンバースにしたのはやっぱり後半から使われて、ベンゲル自体もセンターバックの枚数として考えてる使い方をしてましたし、ここでですねプレシーズンで使ってないギブスを使ったり、コクランのコンバートとかの方がベンゲル的にはやらないんじゃないかなっていうふうに、僕は思いましたね。僕としてはコクランここにコンバートしてエルネニージャカの中盤が見たいんですけれども、使い方的にここチャンバース使わないと27億で取ってきて、もう監督からの失敗の楽園をされるような使われ方じゃないですか。ここで本職じゃない自分以外が使われたら、それって今シーズンの長い目で考えてね、若手のセンターバックに対して非常にですね将来を潰すような仕打ちになると思うんで、ここはですね開幕戦ね非常に大事ですけども、ここのねいっぱいはもうしょうがないと見て、今後の将来のことを考えてチャンバース使うんじゃないかなっていうね、中日で落合が川崎健次郎を開幕に使ったみたいな、感じですね。例えで分かりにくくするっていうね、こと技術をやってみましたけど、それでですね、ボランチなんですけど、ここの2枚がさっき言ったようにエルネニーとコクランのコンビになるんじゃないか、途中から、展開力が欲しくなったらジャカを出すんじゃないかっていう風に思ってまして、でこれが面白いのが相手がリバプールじゃないですか。このチャンネルをいつも見ていただいてる方なら分かると思うんですけど、リバプールの弱点がやっぱりですねエムレカン、まあ僕の予想ではヘンダーソンをそこに使ってくると思うんですけど、4-1-4-1の布陣でですね、そのワンボランチがですね両脇のスペースをカバーしきれずに、そのスペースを、カウンターで疲れて失点みたいな、その、4-1-4-1のフォーバック前の、ボランチが一人でカバーするようになっちゃうような、カウンター時ですね、カウンターの時じゃないとがっつりですね中盤選手下がってきてそこのスペースなんですけど、カウンターだとちょっと間延びしてるんで、その1のポジションの、横のところが空きやすいんですけど、そこをですね今のアーセナルの布陣っていうのはサンチェスが降りてきて、そこ使ったりとか、ラムジー、サンチェスがこう2トップのような動きして中にカスルーラ入ってきたりですとか、このですね縦と横のそのスペースをですねこう使い合うっていうんですか、そういう攻め方をしますんで、今のですねリバプールの弱点とそのアーセナルのスピードに乗ったカウンターでそのポジションを使うっていうのは非常に合致してきて、ローマ戦みたいにですねリバプールの弱点を結構使えるんじゃないかっていう風に、僕は思うんですね。そこが、アーセナル結構センターバックとかね怪我人が、とか離脱者とかがねいて、マイナス面ばっかり誇張されますけれども、僕的にアーセナルのですねちょっと巧妙が見えてるところがそこでして、逆にやっぱり心配なのはですね、そのさっき言ったセンターバックのところをつくようなリバプールがゲーゲンプレス的な攻め方してきた時ですよね。例えばモンレアルの裏、ベジェリンの裏のスペースにロングボールだったりスルーパスを出された時に、そこでですね、ボールを取れなくてもマネだったりとかその2列目の選手がですねどんどん出てってですねプレスかけるじゃないですか。そうなってくると経験少なかったりとかミスが多いホールディング、チャンバースがそこのプレッシングに耐えきれなくなってボール奪われた時に中に送られて、中のですねスターリッチだったりフィルミーノだとかコーチニョとかその辺が決めて、気づいたら前半のうちに 2,3 点取られて、後半ミノレのミスとかあって1点とか取り返しても結局 3-1 みたいな、こともあると思うんですよ。なんて僕的にはやっぱりそのゲーゲンプレスを、対応するセンターバックとかが
サイドに、釣り出されて、そこをですね、エルネニコクランがカバーするんですけれども、まあそのね、高い位置からプレスでボールを奪われてっていうところで、失点しちゃうかどうか。なんでですね、リバプールの勝てないパターンは前半でですね、そういう自分たちの、ペースの時に得点奪えなくて、運動量落ちてって、気づいたらカウンターとかでやられるっていう、形がありますんで、アーセナルはね、チャンバースとかホールニクとその辺のね、フィットしてないと言われてる選手たちが前半防げるかどうか、そこでですね、気持ちを落ち着けて、なんとか時間帯が経ってきて、最終的に前線のタレント非常に豊富ですから、ウォルコットもね、プレシーズンだと調子いいんで、この辺が得点決めてくれて、あとはですね、この布陣。ね、プレシーズンマッチの、途中から試し出した布陣なんですけれども、こちら4-1-2-3ですね。ここ一応ラム陣になってますけど、こうエルネニ、コクラン、ジャカの3ボランチとかすると、コクランがですね、やっぱり2ボランチだと、やっぱこうバランス取りながらいかなきゃいけないんですけど、3ボランチだとですね、自分がこう、ボールを仮に出てっても、中盤の危ないスペースをこう2人がこうスライドして埋めれたりとかするんで、かなりですね、アグレッシブにボール奪いに行けますし、そこのスペースが空きにくいんで、相手がですね、こうサイドに逃げるような攻めになってきちゃいまして、で、それでワンパターンの攻めになっちゃうんですよ。まあとにかくですね、前半の早い時間帯に、失点をしないこと、ゲーゲンプレスのね、勢いに飲まれないこと、そういうところがですね、まあゲーゲンプレスっていうとあれですけど、ハイプレスね、全体のリバプールの前線からの圧力に負けずに、相手の 4-1-4-1 のね、アンカーエムレンなのかヘンダーソンなのか、そこのスペースのね、横のところを、サンチェスだったりラムジーだったりとかの、2列目に降りてきて使う、もしくは2列目から飛び出して使う、機動力を使って攻め立てられるか、そういうところがですね、僕が今回、アーセナルを研究してみて開幕の、予想になりました。非常に楽しみになってくると思います。ムスタフィ・マレズ・ラカゼット全員来たらアーセナル相当楽しくなるんですけどね、その時にもう一回特集したいと思います。というわけでレオザフトボールでした。バイバイ。コメントチャンネル登録よろしくお願いします。下のもっと見るの楽曲のところからは僕のいろんな曲が聴けますんで、ぜひ